皆様どうもこんにちは、本日は3月、あれ何時だったっけ、17か18かちょっと忘れてしまいましたね。ここ1週間ですね、ちょっと忙しかったので日付感覚がね、なくなってます。でちょっとそれも一段落したので、今夜はですね、天体写真の撮影に出かけようかなと思って、また例によってですね、レンタカーを借りて、このように撮影に出かけております。で今日もね、すごく天気自体は微妙な感じのするですね、まあ天気です。本当にですね、晴れるのかどうかわからないって感じなんですよね。一応 GPV ではですね、夜半過ぎ、まあ深夜回ったら、真っ黒になると、つまり雲がですね、一つもなくなるという、予報だったんですけれども、なんか怪しい感じなんですよね。今空見ながらね、運転しておりますけれども、もちろん安全も確認しながらね、運転しておりますけれども、雲がですね、結構多いなという感じがしております。本当にね、微妙な感じです。で一応ですね、晴れるのが山口県のですね、南部の方が晴れるかなという感じです。で特に海岸線はですね、雲量ゼロ、完全にね、快晴ということで、まあ、それに期待してですね、今このように車を走らせております。おっとっとっと、道が悪い、道が今途端に悪くなりました。ハンドル取られております。ちょっとね、静かに、運転に集中したいと思います。めちゃめちゃ悪いぞこれ。うわ大丈夫か、めっちゃハンドル取られてんだけど。何これ、やばいよやばいよこれ。なんか舗装してるんだけど、その舗装面がさデコボコしすぎなんだけどこれ。めちゃめちゃ悪いなここ。バイクとかで通るの怖いな。最近ここあんまり通ってなかったんでね、こんなことになってるとは。でどこまで話したんだっけ、忘れちゃいましたね。雑談なんでね、どんな話してたかも、ほとんど忘れちゃいました。まあ後で適当に切り張りしてですね、なんとか、まあ、矛盾は、多少生じてるかもしれないですけど、まあ、なんとか一応話になるように切り張りはしようかなと思っています。まあとにかくですね、あと目的地まで、10キロ、もうちょっとあるかな、15キロぐらいなんで、気をつけてそこまで運転しようかなと思います。ところで今気づいたんですけど、この車時計がおかしいですね。1時41分ということになってますが、家を出たのがですね、ほぼどれぐらいだったかな、0時15分ぐらいだったので、明らかにね、そんなに時間かかるはずないんでここまで、ちょっとね時計が狂ってるかなというところです。まあ大体ね、目的地には、1時前ぐらいにはね、着くかなというところですね。コンビニがあります。まあ今日はね、一応朝まで撮影する予定なんで、明け方はですね、なんかコンビニで買い食いしようかなと思ってます。また、まだおでんやってるよね、おでんあたりをね、なんか買い食いしようかなと思ってます。さてね、ちょっと海岸線まで最初行こうと思ったんですけど、一箇所ですね、気になってる場所がありますんで、先にそっち行ってから様子を見てからですね、その後、比較してどっちがいいか比較して決めようかなと思っています。まあ、時間がまだね、もうちょっと予定まで、まあ、10分20分ぐらいありますんで、まあ、そちらの方に最初行ってみようかなと思います。一応まあ今夜のタイムテーブルはですね、まあ、1時ぐらいから準備を開始して、撮影開始がですね、2時ぐらいかな、2時ぐらいから撮影開始して、まあ5時、薄明がですね、ちょうど5時ぐらいなんで、それまで素材を得るということですね。なので、時間的にはですね、10分ぐらい一応まだ余裕があるかなというところですね。
ここら辺であれば移動10分前後でできると思いますので、まずはちょっと、様子見からしたいと思います。来るんだっけ、これ田んぼに落ちたりしないよね。夜中だからそこら辺が怖いんだよな。大丈夫だよね。はいはいはい、バイクならなんてことはないんだけどな。あ、イタチがいた。今のイタチかな。まあイタチぐらいなら別にいいんだけどさ、イノシシとかやめてほしいよね。これもイタチだね。あー登らない、苦しい。登れ、頑張れ頑張れ頑張れ。よし、ちょっと気になってた場所に、到着いたしました。まあこんな感じでちゃんと駐車場もあってですね、ちょっと見晴らしが悪いか。そうか、木が結構あってこれ見晴らしが悪いな。ちょっと一旦気になってた場所に到着ですね。はい、今時刻はちょうど1時ぐらいなんで、ちょっとね、辺りを見てみたいかなと思います。めっちゃ晴れてる、マジで超見えるんだけど、すげえ。でちょっとですね、今第一候補地に来たんですけれども、意外とね夜怖い、ここやだ結構うっそうと茂ってるからやですね。であとね見晴らしがね、もう一つ良くないので、ちょっとまあそういう言い訳もあって、場所をね、変えようかなと思います。うん、ちょっと海岸線の方行こう。でね、今ちょっと星空見てみたんですけど、ものすごくですね、見えてますよ。雲がね全然なくなってる。山口市の時、出た時はですねめちゃめちゃ雲あったんで、あ、これ今日もうダメかもしれないって思いながら来てたんですけど、今このアイオンに来たらですね全然雲がないですよ。あんなにすごいんだ今日、来てよかった。いやー、こんなにいいとは思わなかったな。しかし今日は失敗したくないね。これがぜんテンション上がってきました。本当もう今日ダメだろうって思いながら最初来てたんで、もうなんていうのかな、あんまりやる気が出なかったんですよ。ちょっとモチベーションがね、上がらなかったんですけど、がぜんここまで晴れてるとなるとやる気が違いますね。あー、やっぱこっちの海岸線の方が若干暗いな。標高はねここもどの道ほとんどないんで、海抜まあ1メートルとか2メートルなんで、問題はですね、街灯が少ない方がいいっていうところですね。できるだけ光をかわして、北側にかわしてですね、南側の対象を取るので、それができるかどうかっていうところになってきます。さてここはちょっとさすがに街灯多いか、公園みたいな場所があってね、いいのはいいんですけど、インフラ的にはいいんですけど、ちょっとさすがに明るすぎるか。しかしこれが全部北側に行くなら大丈夫なんだが、あれどこだったっけ、入り口が分かんない。ここか、これですね、磯の花公園ってやつ。街灯北だよねこれ、全部北なんだよね。しかしさすがにこれ直射するのはまずいか、まずいかもな。これはちょっとインフラ的にはいいんだけどな、ここインフラ的にはすごくいいんだけど、こうやってトイレもあるし、まあ、トイレだけは行っていこうか。はい、ということで候補地2ですね、に到着しました。ちょっとまた様子を見たいと思います。はい、ということでいろいろ悩んだ挙句元の公園に、戻ってきました。はい、じゃあ今からですね、ちょっと思ったより時間過ぎてしまいましたけど、設置してみようかなと思います。それじゃあ今から準備します。はい、皆様どうもおはようございます。映像的にはですね、さっき、到着したのにいきなり朝になってると思います。ここちなみにトイレです。今日はですね、こんな感じの場所で撮ってました。海がですね、すぐ近くにあります。
ちょっと北側がね、めちゃめちゃ明るいんですけれども、南側だけはですね、暗いです。他はね、ほとんどもう郊外地と言ってもいい感じですね。南側の本当に一部分だけが、まあ、暗いっていうよりも相対的に暗く見えるって言った方が正しいですかね。そんな感じの、ところです。で今日はですね、なんと GPV の予報がですね、当たりました。で、あのね、こっちの北側の方ですね。で北側の方は、大体午前4時ぐらいまでですね、雲がへばりついてた、そんな感じなんですけど、南側ですね、全然雲がなかったです。それぐらいですね、天気としては良かったかなと。ただまあ、あのシーイングはね、とても悪かったです。まあ、135ミリなんでね、そこまであの望遠鏡ほどは気にはなりませんでした。こんな感じで、まあ、あの透明度はね、まあ、そこそこだったかなという感じです。で機材はですね、こんな感じになってます。ここがですね、赤道儀と、まあ、カメラがですね、こう、まあ、乗っかってます。まあ、下からですね、三脚、赤道儀、まあ、カメラという感じですね。でこの一番下のやつ、この箱がですね、ペリカンケースというところです。あとはこれを撤収すればですね、まあ、帰れるというところなんですけれども、あのちょっとね、車まで、歩かなきゃいけないんですけど、これぐらいだったらまあいいかなというところです。で海がね、綺麗ですね。で朝焼けがですね、綺麗です。で動画がですね、なぜここまでなかったかというところなんですけど、あのすいません、あの写真のね、こちらの撮影の方に集中しちゃって、動画までちょっと気が回らなかったというのはあります。おっと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 、今ジンバルが変な動きした。おお、大丈夫か。すいません、あんまりまだジンバル慣れてないんでね、時折変な動きすることがあると思います。でまあとにかくですね、今日はこんな感じでやってたんですけど、ちょっとですね、こちらの赤道儀の方ですね、赤道儀に、トラブルが発生したんですよ。で、ま、なんていうのかな、ハード的なトラブルじゃなくて、ソフト的なトラブルですね。SS1 オートガイダープロがですね、立ち上がらなくなってしまうというトラブルが発生しました。まあ、そのためにですね、以前バックアップの、マイクロ SD 買って、撮ろうとしたんですけれども、あのそれね、バックアップしたやつで、立ち上げるとうまく立ち上がらなかったんですよ。で元のマイクロ SD に戻して、実験的にはね、うまく立ち上がったんで、まあ、それでいいだろうというふうに思ってたんですが、今日やってみるとですね、なんと立ち上がらなかったんですね。でそれで、ちょっとね、こっちの撮影に集中しなきゃいけないという状況になってました。でまあ、どのみちこう撮影してると動画の方まで気が回らないっていうところあるんですけど、まあ、余計にそういう状況だったので、今日はね、いきなり、夜から朝になるという感じの動画になってしまいました。でまあ、あの一応ね、オートガイダープロ立ち上がらなくても、あのこっちのね、設計体の方は回りますので、撮影自体はできてまして、あのちょっとね、今日は ISO 感度高めにして、録音時間を短くしてという感じで撮影してみました。なのでね、ちょっと品質がいまいちかもしれないんですけれども、まあ一応何がしか撮ってきましたよということぐらいは言えるんじゃないかなと思います。であとはですね、一応まあ成形写真撮ってみました。こんな感じの風景をね、まあ成形写真として、まあ撮ってみました。あー、それにしても眠いな今日徹夜だったもんね、本当。あの休む暇がなかったですから。そうそうそうだ、 SS1 オートガイダープロが立ち上がらなかったことによって、あのシャッターの制御もね、手動で全部やったんです。だいたい午前2時ぐらいからですね、5時ぐらいまで全部あのシャッター制御やったんで、まあ、それでもちょっと疲れましたね。なんだろうかな、あのもうちょっとちゃんと確認してくればよかったですね。後の祭りっていうやつです。はい、ちなみにこちらがですね、今回の、レンタカーです。ちなみに 車種名は、タントです。まあ何でもいいんですけど、車種を任せてですね、レンタカー借りました。今回のレンタカーはこちらになります。はい、レンタカー紹介でした。それでは今から帰りたいと思います。今日
氷水でね、何分ちょっと疲れた中での運転なんで氷水で帰ろうと思います。おお、朝焼けがめっちゃ綺麗。これだけでも写真になりそうだね、本来なら。でももういいや、今日は今日はもういいよ。ちなみに本日の、天候以外の気象データなんですけど、風はね、北風がだいたい風速3、4メートルぐらいかな、時折ね、ゴーッと感じ吹く感じの、まあ、結構強い風が吹いてました。まあ、逆にそのおかげもあってか、あの湿度はね、低かったように思います。まあ、おそらく 60-70% ぐらいかなとは思うんですけれども、まあ、あの機材がですね、水滴がついたり、まあ、びちょびちょになったりということはなかったんで、まあ、夜間にしてはですね、湿度は低かったんじゃないでしょうか。それとまあ気温なんですけれども、気温はですね、氷点下行ったのかな、行かなかったのかなぐらいです。そんなに寒さ自体はね、まあ、ちょっと寒いなって思った時もありましたけど、まあ、例のですね、ワークマンのイーズと、あとはですね、ダウンシュラフ持って行ったんで、まあ、それで十分しのぎたかなと。でもう一つですね、緊急用に、ね、ヒーターも持って行ったんですけど、ヒーターは使わずに済みました。まあ、あのそんなに寒くはならないですね。この時期海岸線だと、冷え込むっていうことはあんまりないです。まあ、山の方だとね、まだこの時期でも多分晴れるとね、放射冷却でめちゃめちゃ冷えるんですけど、まあまあ、これぐらいの時期だったらね、もう天体撮影しても、そこまで寒さは感じないかなというところです。まあ、西日本なんですけどね。300m 先セブンイレブン発見。よし、入ろう。うわー、眠い、やばいな。あと自宅までそんなにないんだけど、めちゃめちゃ眠くなってきた、やばい。とりあえずセブン入る。はい、それでは、本日もおでんいただこうと思います。本日も、前回は食べなかったですね。今日は食べてみたいと思います。お夜食的なね、雰囲気を出したかったんですけど、すっかりそんな感じがなくなって、もう朝食の時間ですよね。しかしあれだな、空が明るくなるのも早くなったな。じゃあいただきます。よいしょ。しかしおでんそろそろなくなるね。どうしよう。ちなみに今日買ったのは、こちらの、ガンモドキですね。今からこれをいただこうと思います。いただきます。あ、うめえな、しみじみと。ということで、あっという間に最後の一口になってしまいました。いただこうと思います。ごちそうさまでした。それでは今から帰ろうかなと思います。あとね、もう10キロないと思うんですけど、何分状態が状態なんで、気をつけて帰ろうと思います。ということで、本日はですね、愛用まで、天体写真の撮影に行ってきました。天体写真撮影機という形で、お送りしてきましたけど、いかがだったでしょうか。おー、朝日が眩しい、めちゃめちゃ眩しいですね。もうこんな感じですっかり朝になってしまいましたけれども、本日はこれぐらいで、撮影機の方終わりたいと思います。ここまでですね、ご視聴くださった方どうもありがとうございました。一つね、心配なことがあるんですけど、
ちゃんと音声拾えてるかどうかが心配ですね。この映像ただいま GoPro で撮影しているんですけれども、果たしてちゃんと拾えてるかどうかちょっとね心配なところはあります。まあとにかくここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。若干最後の方も頭回ってないけどね、ありがとうございました。失礼します。さようなら。またよろしくお願いします。